地震発生時は、浪江町の、お店の方にいたんですけれども、子供を迎えに隣町の図書館まで行っている途中で、国道6号線で津波に、遭いまして、高台に、避難しまして、その後、3時間後ぐらいに、家族と落ち合った形です。岩沼、福島で、僕は単身赴任で小名浜、はい、で家族は福島だったんですけれども、今年の1月からは福島に、戻って、このお店の準備を始めまして、半年ぐらいやっぱり戻れるか戻れないかで検討しまして、でやっぱりだんだん戻れないっていうのが分かってきたので、新たな候補地を探しながら、徐々に準備していったんですけれども、金銭的に厳しい方です。まだ浪江のローンも残ってますし、銀行さんからすれば無職っていう扱いになるので、やっぱりお金は、貸してくれなかったので、福島県とあと国の機関からお金を借りて、なんとか、はい、できました。まずオープン前に浪江時代のお客様からいろんな問い合わせがありまして、もう撮影始まってるんですけれども、皆さん避難されたところからご来店いただいてます、まあ、東電の一番人気がやっぱりこのワイドなフレームなんです。このサイズはうちのオリジナルサイズなんですけれども、はい、この1枚の中にやっぱデザインすることによっていろんな表情が入って楽しいフレームが出来上がるので、はい、残るものなので、やっぱりお客様に納得していただかないと、はい、納得のいくまで撮影させてもらってます、はい、で撮影日当日は撮影だけでも全力使い切って、はい、疲れてしまうので、お写真の方は後日このような形で一覧にしまして、こちら自宅に持って帰ってもらうこともできるので、ご家族皆さんでゆっくり、はいはい、選んでいただくようにしてます、当店の写真は、かしこまりすぎず自然な表情 を、前面に出した写真を目指してます、はい。